はい、皆さんこんにちは、こんばんは、はーちゃんです。今回はダイソーのバレンタインシリーズをいろいろ買ってきました。まだ1月の上旬なので、今後いっぱいいろんな新作は発売されると思うんですが、買うたび買うたびで紹介していきたいと思うので、ご興味のある方はよかったらぜひ最後までご視聴ください。では早速紹介していきたいと思います。まず関係ないんですけど、まな板を購入しました。100均でピンクのまな板が売ってるところがあまりなくって、こちらを2枚買ってきました。お肉とかを切ったりすると、その後同じまな板で野菜とかできないので、もうそれだったらこういう薄いまな板の方が楽なんですよね。なのでこういうまな板を使ってます。100均なのに結構しっかりしてるので、こちらを買いました。続いてこちらになります。こちらのワックスペーパーを購入しました。ワックスペーパーは新作で出てたんですが、この柄を購入しました。他にもクマの柄だったりとかがあったんですけど、私はこの白にハートのついたデザインを購入しました。これは茶色バージョンもあったんですけど、白と赤の感じの方がちょっと可愛いなと思ったので、こちらを2つ購入してきました。続いてラッピング袋を紹介していきたいと思います。こちらになります。こちらのシリーズ結構いろいろ出てたんですけど、私はまずこちらのジップバッグを購入しました。ジップバッグベアクッキーというものですね。今この柄が結構ダイソーに出てて、このシリーズすっごい売ってたので、もうちょっと厳選してね買ってきたんですけど、ここの部分だけ多分透けるようになってるんだと思います。こんな感じですね。割と大きいのでいっぱい入るかなと思います。これと青のものもありましたね。続いてこちらになります。ジップバッグを購入しました。ミルクの形のものです。こういうね牛乳パックとかのシリーズすごい好きなので購入しました。はい、こんな感じです。すごくクリアなので意外と見えるかなって感じです。上はねここは結構ピロピロしてるんですけど、こういう感じですね。可愛いですね、このクリアな感じが。こちらもまあ、そんなにいっぱいは入んないけど、これは可愛かったので色違いで購入しました。続いてこちらになります。なんか今回結構レトロめな感じのものが比較的多いんですけど、なんかアメリカンっぽい感じのがダイソーで出てて、セリアも結構レトロめな感じのが今結構多くて、今後ね他の新作も入ってくるとは思うんですけど、今回このねちょっとアメリカンっぽい感じのものを1個買ってみました。ピンクだったので買ったんですけど、ピンクスパークリングっていう、ピンクと緑かなあってピンクを購入しました。こういうなんか炭酸のアルミ缶みたいな感じですね。はい、こんな感じです。めっちゃ可愛いですよね。ピンクに紫の感じもすごい可愛くって、でもちょっと入れるところがちょっと狭めではあるので、あんまり入んないですね。ここの部分が狭いので、ちょっと細めのものじゃないと入らないなって感じではあるんですけど、これね実際あんま透けないのかなって思ったら透けますね。こんな感じで裏がこういう感じなので、どうなんだろうと思ったらちゃんと中に入ってるものが見えるようになってました。めっちゃこれは可愛いですね。続いてこちらのクリアガセットバッグ、ピンクハートというものを買いました。こちらはラブレター柄だったので可愛いなと思って買ったんですが、こういう感じのシールがついてます。これ留める時に使うように入ってますね。これ2枚目ちょっと折れちゃってる。これこんな感じで、あらららら、実際こういう感じです。すごい可愛いですね。これめっちゃクッキーとか結構入りそうですね。こういう感じでマチがついてるタイプなので、すごい可愛いしいっぱい入るしいいと思います。このラブレターがね横にもデザインされててめっちゃ可愛いですね。中に紙が入った状態の方がちょっと柄が分かりやすいと思うんですが、こういう感じです。可愛い。でこのシリーズも結構今回新作出てて、こちらのハートのシリーズのこのピンクハートというものも買ってみました。ジップバッグで結構小さめではあるんですけど12枚入ってます。100均で発売されてるジップバッグでは結構小さい方なんですけど、すごい濃いピンクで可愛いなと思ったので買いました。ハートが透けるようになってますね。ここが可愛い。そんなにいっぱいは入らないけど、この中の色もピンクですごく可愛いジップバッグです。続いてこちらになります。こちらはすごいちょっと光っちゃうんですけど、このユニコーンのねシリーズが結構発売されてて、厳選して1個だけ買ってきました。なんかオーロラっぽい感じのなんですけど、めっちゃ可愛くてこんな感じですごい可愛いですよね。これはこっちの
表面だけ印刷されて透けて何が入ってるか見える感じですね。めっちゃ可愛いです。こういうね、なんか夢かわなスイーツっぽいデザインとかがすごい好きなので、こちら1個だけ買ってきました。このシリーズはジップバッグとかも発売されててめちゃくちゃ可愛かったです。続いてマステを3点購入しました。こちらはとマステまず2つですね。こちらのカップケーキの前もねこういうデザインあったんですけど、こういう縦のデザインでちょっと高級な感じのデザインですね。でこちらがさっきのクマちゃんの柄の太いマステです。なんか大カットされてるのみなみのもあったんですが、こっちを購入しました。続いてこちらがチョコですね。箱押しされてるチョコのマステです。チョコのマステはめちゃくちゃ可愛くて、いろんなところで発売されるたび絶対チョコのは買うぐらい大好きです。ではちょっとこちら開けていきます。はい、まず1本目のマステがこちらになります。こういった柄ですね。めちゃくちゃ可愛いです。これちょっとねここで切り取って使ったらシールっぽくしても使えると思うので、ぜひ封止めるときマステの方が剥がしやすいので、シールとかじゃなくてこういうのでもいいと思います。続いてこちらになります。クマの柄はクマのクッキーのデザインになります。すごく可愛くて、でチョコのクッキーとプレーンのクッキーみたいな感じですごく可愛いです。続いてチョコのマステですね。すごく白押しが綺麗です。こんな感じですね。めっちゃ可愛い。こう一個一個で切っても可愛いし、すごくおしゃれなマステですね。全部貼ってみるとこんな感じです。はい、というわけで今回はダイソーのバレンタインシリーズの購入品を紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かった、少しでも欲しいなって思ったものがあった方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、よかったらそちらのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。ではバイバイ。またね1月の下旬ぐらいとかになったらすごいたくさん新作が出ると思うので、他の100均でもまた購入したら紹介していきたいと思います。